はい、えー、皆様こんにちはあの集会もデジタル化が始まったなと思ってですね、えー、ちょっとびっくりしたんですけれどもあの実は先週の水曜日まで私は沖縄そして石垣島というところにおりましたその2つの島にもこのような集会がありまして随分大勢の方々がお話を聞きに来てくださったんですが 終わった後でいろいろこの挨拶に来られたんですねでそのうちの一人の方が又吉ですって言うんですよああ芥川賞のって言ったらはい親戚ですって言うんですよね <laughs> えっと思って冗談かなというのは又吉直樹さんは寝屋川出身のはずです北洋高校でしょ彼ずっとサッカーやってたんじゃないですかで東京の吉本のところ学校に行くんですけれども 大阪じゃないんですかと言ったら彼は大阪生まれかも分からないけどお父さんお母さんおじいさんたちはもともと沖縄の方で実は沖縄には又吉という苗字は珍しくないんですそしておじいさんは沖縄からハワイに出かけていってハワイでクリスチャンになったみたいですねそしてこのサトウキビ畑で重労働している人たちを訪ね歩きながら聖書の話をしたということでまあすごくこう えー、一本筋の通った、えー、背筋のシャンと伸びたクリスチャンであったそうなんですが実はですねこのご又吉直樹さんのご両親もクリスチャンだったんですよそして又吉直樹さんも日曜学校行ってたとでねあそうなんですかとで実はですねあのお母さんクリスチャンなんですけどねお父さんは偽クリスチャンだそうです。<laughs> なんででわかるかると言ったらです、ね、まあお母さんに惚れ込みましてね「結婚してほしいと!」私クリスチャンじゃないと結婚しない!」ということでそれでクリスチャンになったから偽者やってるんですよね。<laughs> いやきっかけなんでやったとしても本当に信じてたらいいじゃないかということなんですけどね本気で信じてると思えないって。あの食事の前の時にねお祈りするんですクリスチャンはで。その時にね、 お祈りの時にはキョロキョロしないで目つぶって心合わせなさいというふうにね言われるんですが目つぶっていなさいと言われれば開けたくなるのが人間の情勢ですよ祈ってる時にパッと目開けたらねお父さんも目開けてる <laughs> そして祈りの真っ最中にお父さんがね変顔して笑かしたのだあのねクリスチャンね いくらなんでもこれしま,せんわ <laughs> まあここの集会にもね、えー、お笑いの大好きなクリスチャンたくさんいてますけど、えー、神に祈ってる時に変顔して爆笑を取ってやろうなんてそれはちょっとないんじゃないかなとは思うんですがまあでもね、えー、まあ彼にも幼い時に聖書の話を聞いていたのかと思うとねなんとなく嬉しい感じがしますね。でまあお笑い芸人であるだけではなくて作家としてもいろんな作品を書くようになられましたが。 えー、彼が文章を書くのに目覚めたのは小学校5年生の時だそうです。5年の時に遠足という題で作文書くんですよね。である時その遠足に行きました時に教頭先生と自分だけが集団から離れたところを2人で歩いてたそうです。その時にちょっと傾斜がきつかったんでしょう、えー、又吉少年が足を滑らしてあーっとバランス崩した時に枝掴んだらパケーっと折れちゃうの、ん。 そしたら教頭が「聞いかで生きてるんやおったらおかん!」っていうふうにしっかり飛ばした先生ごめんなさい言うてねところがしばらく行くともっと傾斜が急になりましてですねこの教頭がね「ああ!」言うてそのまま一番下まで駆け抜けていくんですが途中10本ぐらいバキ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 。ほんでこう必死になってよじ登ってきたんですね。 その時に又吉少年は気ぃツこって何にも言わなかったそしたら教頭の方からね「気はな先生を守ってくれたんや」ってね <laughs> 随分積極的な解釈しとるなと生徒が1本追ったら叱り飛ばしてんのに自分が10本くらい追っても気が先生を助けてくれたんやっていうね まあ、なんて勝手なというようなことで大爆笑になったそれの文章を作文読んだ時に大いにこの盛り上がったってそれがね文章を書く秘訣秘訣というか始まりでなんで爆笑したかといったらねやっぱり共感したからだと思うんですよ。私たちの人生の中でもねなんかそういうことって何ですかねあの自分がやった過ちっていうのはどっちかといったら小さめに感情して。 人がやらかしたことっていうのは実際よりも大きいこと、なんか悪いことみたいに、なんかこの罪は失敗を図る目盛りというのが、パンツのゴムのように伸び縮みしですよ。自分の時はこう、短めに考えて、相手のという人の時でぐーっと伸ばしてしまうようなね。で、実はですね、なかなか罪ということがピンとこない、その一つの理由っていうのはね、私が罪のスタンダードになってるからです。 何が善で何が悪であるかというのは私の良心が決めるでも私の良心はいつも普遍的なものではなくて誰ががやっっったかによよてて長さが変わってしまうんですよねで実は聖書は自己中心である限り罪がわからない自己中心じゃなくて神中心。 この聖なる神様の前に立った時に私はどうだろうかというのが聖なる神様の前に立って神に調べられても大丈夫だというふうに言える人は誰もいませんそしてこの聖なる神様の前に立ってしかも完全な平安を得ることができる罪の許しを聖書は提供している。 で今日は特にですね心を騒ぐ者たちへの言葉ということで、えー、少しですね、えー、これからその部分を考えてみたいと思うんですがお手元に今日はあの聖書の印刷物が配られていますデジタルかななと思ったららるぐらいですよね <laughs> 印刷物コピーなんですけど「ヨハネの福音書の14章」というところをちょっと開けていただけますか。ヨハネのの福音書の14章 この一節というところからちょっと見たいと思うんですね。これはイエス・キリストが十字架にかかる前日に弟子たちに向かって語られた言葉です。まずお読みしましょう。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。この心騒ぐっていうのは不安でいっぱいであるとか、心配事で心が占領されてるとか、 思い患いでもう内側が窒息しそうであるとかなんかそんな状態私たちは心の中に深い悩み事や心配事やあるいは思い出すためにしょんぼりしてしまうようなそういうことがずっと心の中に渦巻いていたら多分おいしいもん食べてもあんまり味がしないいやそもそも食欲が湧かない。 美しい音楽を聴いても誰かに話しかけられても上の空で言葉が心の中に入ってこない美しい景色を見てもそれに感動することできないと思うんですよねだから心の中騒がさない方がいいぞ心騒がしてはなりませんというふうに言うんですがではどういう時に私たちは心を騒がせるかといったら自分で自分のしたしでかした失敗の 責任を取らなければならないにもかかわらずそれを払い切ることができないいわゆる自分の罪と向き合うときにねどうしたらいいかと、まあ、思い悩むのではないかなと思うんですよね。随、ま、分、あ、昔なんですけれども、あのー、私はですね、あのー、全国にクリスチャンの友人がいましてねである時お茶に凝った時期がありましてで関東ののあるクリスチャンの方がですね 椿さんというクリスチャンの陶芸家がいてるすっごくいい作品作るよでその陶芸家の人にあなたのための特別な湯飲みをハンドメイドで作ってもらうから発注してもいいいや発注しておいてください発注してといてとんぼかかるか分かるいやプレゼントだよ発注してください でね、この椿さんという方がねこう使われる方どんな方ですかどんな仕事の人ですかどんな人柄の人ですかその人のことを聞いてイメージに合うようにこの人にはここの山のここの粘土を取ろうということでねその採取する粘土の種類からねもう考えてくれるできあがる、ね、半年かかるんです。 粘土でまずそれ取ってきてそしてそれをこして成形して色付けして釜入れして釜出しして送られてきて半年後に霧の箱に入って送られてくるんですがさあこれで飲むぞと思ったら紙が入ってあってねすぐに飲まないでくださいうとまず米の研ぎ汁で煮沸してから使ってくださいってうめんどくさい。 思いながら、ねまあ、でも高価なもれということでねまあそれをやりましてね、えー、この橙だい色というかなんか茶色というかこういろいろグラデーションになってるやつでね実に高級な高級そうじゃない高級なお気に入りのお茶になりまして、まあ、これはですねもう私にとってもう大の大切なものになったんですが、まあ、ある時ねちょっとまあ取材でこう準備をしておりました。 で私はその当時ですねあのその当時って今もそうですけど子供が3人おりましてですね <laughs> その当時もあれ今もいるん、えー、兄兄お妹っていう男男女なんですよねうちのねあの子供たちねめちゃくちゃ仲良いんですよお前らちどうなってんの自分のね幼い時の兄弟関係を考えるとね考えられへんなんでそんな仲良しやねんと。 あのまあ、クリスチャンの家ですからね、3人のうち誰か1人が親に怒られるでしょ、残り2人がね、祈り返するんです早く怒りがおまります、許しちゃってくださいなんぼ仲良しやねんということで、まあ、その日もですね3人ではしゃいで遊んでたんですけども、突然ね、そのはしゃき声がピタっと止まったかと思うとね、割りよった、割りよったって言うんですよ。えっ ったまさかわ終わりよった終わーりよったお父さんに怒るで!いや」もう死ぬような気持ちになって部屋に入っていくとあの私の大事な湯飲みがね無残にも粉々そしてそばに一番末っ子の娘が5歳ぐらい もううつむいて、もうね、何やってくれたんだ、お前はって思ったんですけどね、言うことあるやろたらね、お父さん、ごめんなさい、まあ、ごめんなさいって、悔い改めたら許すっていうのはね、我が家のルールです。来よ、あなたの罪は許された、一っ言ってみたかった,みたいなキリストだけが言える言葉ですが。 声をしっかりしなさい」みたいなね「ようしゅ分かった」「もう次から気ぃ付けろよ!」とか言ったもののですねちょ腹の何か収まれへんねんけど収まらないでブツブツ言うて言うてたらねだいたいあなたが床に置きっぱなしにするから言うでね <laughs> まあ台所から声が聞こえてきてそれでまた怒りがこうも <laughs> まあまあでも終わったことは仕方がない形あるものは壊れる崩れるこれは一休さんも言ってることですよ。 エントロピーの法則には誰も逆らうことができないわけですよね。地球の自転だって100年に1000分の1秒ずつ遅れてるんですよ。だからあらゆるものは無知序張方向に行っていくんだからって、ね、いうことなんですけどまあそれはそれでいいよしよしとしたんですがその日を境にね親子関係がぎくしゃくし始めたんです。お娘がですねそれまでは「お父さん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 ,お父さん」言うてねもうすぐに飛びついてきたのに。 なんかね、ちょっと遠慮がちというか顔色を見るというか気配を伺うというかでなんかこう近づいてったらこう後ずさりするみたいなねああこれまだ気にしとるなと思っていやもうあれ終わったことだからええー、でともう,もう許してるからいいよって言ったらごめんなさいって言ってまた謝るんです。けど。 ごめんなさいそんなことが1週間ほど続いてある日のことですね夜またこう原稿書きしてましたらねこうノックする音がして娘が入ってきてどうしたかというとねそれまでもらったお年玉のお金全部かき集めてねでこれで許してくださいできたんです。もうそのシーンね忘れることができないです私。 その時、ね、めちゃくちゃ寂しかったですねこんなに許してるって言ってんのにね信じないんですもう許したと言ってるのにその言葉を信用しないで自分の気が済むかどうかというところに軸足を置いてるから本当の意味で私と,との間の 昔のような対話を楽しむことができないんですね。もし私たちが自分のした過ちや過去の一つ一つの罪を思い巡らしてそれをじーっと見てたらねどんな人でも元気なくしますよ。その時に私たちは心騒いでる状態になるんじゃありませんか心を騒がせないでいなさい。神を信じまた私を信じなさいという意味はね 神が納得するような罪の償いをイエス・キリストが十字架の上でしてくださったということを信じなさい。自分の気持ちと向き合うんじゃなくてね、神がキリストによってしてくださったことに注目して、私を信じなさい。私があなたのためにしたこの救いの御業を信じなさいと伝えてくださっているのです。 まあ皆さん今ねあのー、聖書を見ると一番恐るべきものはね罪ですだけど今の日本人は罪よりもっと恐れお怯えてるもの恐れてるものありますよね新型肺炎ですよまああの新型肺炎というのはねあの武漢というところで発症した去年の12月ですで実はは武漢といいうのは北京に次いで 大学が密集しているところでね武漢市内の大学生だけで100万人以上いてるんですこの100万人以上の人たちは中国全土から学びに来てる中国のお正月っていうのは春節というのがあって1月の24日から30日までですしかし冬休みはもうちょっと早く始まる去年の12月にこの新型コロナウイルスのこの肺炎が流行った後で この100万人が帰省したんです全国にそれだけではなくて実は武漢には農民公といってね約 400, 人の400万人の出稼ぎ労働者がいてるのだからこの100万人と400万人で500万人の人たちが武漢から中国全土にうわーって広がっていったまあこれは。 この潜伏期間が2週間もあって潜伏期間中も感染する人から人への感染も始まってるというふうに言われてるんですけどこのような状態の中で私たちの側でできる唯一の一番有効な手立ては何かといったらね実はウイルスっていうのは油の被膜でで守られてるんですしかしこの油の被膜は石鹸の油で溶かすことができるんです。 薬石鹸じゃなくて普通の石鹸でいいからとにかくね石鹸。水洗いじゃなくて石鹸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 買ってください。<laughs> ね、でいうことなんですが実はこの,あの手洗いでですね病気を抑えることができるということに最初に気づいた人がいましてハンガリー人のドクターでゼンメルワイスという人なんですよね。今から170年ぐらい前の人です。 で彼は非常に優秀な人物でありましてもともと文系法律家なんですけれども、えー、ウィーン大学にいた時に「愛学院いいな」ということでね利点しまして、えー、そして、えー、ウィーンの大きな、えー、産婦人科病院の部長になるんですよね。そしてそこで多くの出産のお,お手伝いなんかをするわけですけれどもところで。 そのウィーンのそのお参加にはね第一病棟と第二病棟があるんですが不思議なことに第一病棟でたくさん人が死ぬんです実は今から170年前つまり江戸時代です日本で言ったらその当時女の人が出産するっていうのは命がけのことで大体10人に1人が三熟熱というのにやられて感染症ですがこれによって命を落とすんです出産というのは命がけのことでやったんですねでこの 第一病棟の方ではね、13%の死亡率、死亡率13%、100人いたら13人の妊婦さんがそのまま死んでしまう、ところが第二病棟の方は、えー、2%なんですよ、全然違う、で、同じ病院、同じ施設、同じ技術、同じ器具使ってる。 なのに第一病棟の方はたくさんの妊婦さんが死んで第二病棟は2%の死亡率どこが違うんだろうって1個だけ違ったことある第一病棟の方は医学生たちがやってるんですが第二病棟の方は助産師なんですそして医学生たちは第一病棟で妊婦さんたちに対応する前にまず解剖室に行って解剖の実習を受けてから入ってるんです 解剖で死体をを触っった後でで手を洗わないいそのまま酸化病棟に行ってるでねこの当時ね病原菌というものがまだ発見されてないんです江戸時代やしそれでねもしかしたらここに問題があるんじゃないかということで手洗いを徹底した結果13%が2%にドーン落ちるんですよ。 まあこれはね、彼はね、まだ病原体ということやウイルスについては、何にもそういうことはないんですよ、ないんだけれども、これは何か目に見えないけど、脂肪粒子みたいな粒があって、それをついたままやるんじゃないかという仮説を立てて、彼は手洗いやって、手洗い、手洗いや、言うてで、手洗いだけじゃなくて、器具から部屋から床から何から、全部徹底的に洗濯し、洗浄したんですね。 までで下がったんですよもう彼隠し持つんです、ね、これなぜ人が死ぬのか目に見えない何か病原体のようなものがあってそれが感染症を起こしてるかもしれないということでそれを論文に貼ってこれから手洗い傾向ししていきましょうその論文を発表したために彼はウィーンの医学会から追放されるんですよ。 実はその当時ウィーンの医学界ではなぜ三熟熱が起こるかというとそれは体の中の基礎体液のバランスが悪くなって死ぬというのが、まあ、その当時のね、えー、主流っていうか定説だったんですそしてねその治療のたんびに手洗うってね面倒くさいやんかっていうのが反論なんですよ忙しいね医者はあと治療のたびに手洗う めんどくさいそれに人を助ける医者自身が原因で今まで妊婦さんが死んできたということを認めるということはねそして何よりもこの神聖な職業の医者の手を持って汚れてる神聖な手じゃみたいな。それで ソース感を喰らいましてで彼はですね黙ってられないからそこから激論が始まるんですけれどもやればやるほどとに大御所からにらまれてしまったがために結局彼は全く干されてしまってハンガリーに帰っちゃうんです帰ってしまった後でね神経衰弱が始まるんですよつまりね正しいことをすれば正しい評価が来る正しいことを言えば みんなが正しいというふうに認めてくれるというその信念に従って彼はエビデンスを持ってそれを語ってるわけですけどもそうやったがためにね自分で居場所がなくなってしまったということでで「んでこんなんだ!」正しいことをしているのになんでこんなに貶としめられなければならないんだということで彼はですね神経衰弱になりましておかしな言動が始まったということで今度無理やりねウィーンの精神病院にいるんですよ。 精神病院に入れられたときに「俺はこんなによるんだ!」って暴れたので殴られるその殴られた時の傷で感染症になって亡くなるんですこギリシャ神話の悲劇みたいと思いますね感染症発見その治療法その予防法を発見した人が結局感染症でね亡くなってしまうということなんですよね結局ね正しいことをしたら正しく報われる はず報われるべきだ報われなければならないと思ってやったんですがそうならなかった時にそれに耐えれなかったんですよね皆さんキリストという方はね全く正しい方でした一度も罪を犯したことがないいつも嘘をついたことがない一度も悪い考えを持ったことがないこの正しい方が正しいことを行った時 当時のの人人々々かかららユダヤの人々から排斥されていくんですねその時に彼は精神が崩壊したかといったらそうじゃない全部分かってるんですよ人が何をするのかどんなものであるのかというのを全部分かった上で私は十字架にかかるためにあなた方から去っていくのでこれは悪い別れではないのであなた方は心を騒がせないでよいというふうにおっしゃったんです僕はねこれはね本当にイエスキリストの人格は人となられた神だと思うんですよね。 皆さんどうですかね？もしイエスキリストのように、人の心にあるものを全部読むことができたら。人を愛すことできますか？私たちあのね、あの思ってることとねがわからないじゃない。これだいぶ助かってません。こうね。皆さんこう今どう思って見てま聞いてますか？これ？長いな。今日の話みたいな。早よ、やめろやとか。 でもね「<laughs> って言われてますね。ねもう人間の奥底にある嫌なものが何かというのが丸見え状態になった上でしかも本気で「私はあなたこのと愛してるよ」ってイエスは自分の身の上にある起こることが全部わかってるんです翌日何時に十字架にかかるのかどうなるのか。 自分の身の上に降りかかってくること全部見えた上でしかも規律を返すことなく目的に向かってまっすぐに進んでいくんですねもし人間がイエスと同じ能力を持ったらその人は不幸になると思います誰とも関わりを持ちたく ななないといいとううううふにうに思うようになるんじゃないですかしかし全ての人間の本質を知りながらなおかつ私たちの罪の許しを願い神が得心するような完全な償いの代価を払うために十字架の上で死んでくださったこのイエス・キリストを救い主として信じなさいというのが第1番目です。第二番目ですね心騒ぐ理由ということですが。 それは死と向き合う時ですね2節見てください私の父の家には住むところがたくさんありますこの私の父の家というのはね天国のことです天国には住むところがたくさんありますそうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうかこの場所を用意しに行くってどこに行くんですか天に行くという意味ですつまり2節ではね キリストは十字架で終わるんじゃなくて十字架で死んだ後墓に葬られて3日目に復活して復活して40日後に天に用意しに行くために登っていく2節は復活と昇天なんです、ね、まあ私はこの石垣というところに行った時ですねある女性のクリスチャンの方とお話したんですけれども。 この方はですね、非常にこの精神性が高いというか、えー、ずっとね、死という問題について考え続けてきた方なんです。小学校4年生その時九州の熊本というところでいたそうですが大の仲良しのクラスメートの女の子がいて毎日のように遊んでいたそうです。そして、明日、 「傘取りに行くからそれまで預かっててね」って言ってね「分かった!」言うてその傘を取りに来るその日ですね有明海までこの友達がね親の船に乗って貝取りに行くんですけど転覆して亡くなるんです。「明日傘取りに行くから待っててねうん待ってるから!」って言っててね その時間になってもけえへんな。なんでや亡くなったよ。嘘やろ。命って一体何なんだろう。なんてはかないんだ。そこからね死というのは一体何なのか何なのか何なのかずっと考え続けてたら今度15歳の時にお母さんが直腸がなの。発見遅れたんです。そして彼女が高校1年生の時に。 お母さんが亡くなるんですよ亡くなる前に実はお母さんはだからすごくいいお母さんで道徳的でモラル性が高くて本当にいろいろな人に尽くしていいこといっぱいしてそのお母さんがいよいよ息を引き取る時にね道徳っていうのは。 元気で生きている間は確かに役に立つけど死の前では何の力もなかったわ」と言ったそうです。じゃあ死を目,目の前にしても力あるもの死という現実に向かって乗り越えていけるものって一体何なんだろうということでそこからねちょっとでも死の解決があるのかもしれないと思うものには全部 首突っ込んででいたそうですだから「私ね宗教百貨店よ」って言ってるんですよ。ありとあらゆる宗教に首突っ込んだって。ある時にはお題目を唱える宗教です。って言っちゃったらもう独立させたねでまあご本尊勝って同じ言葉ばあ言いながらでもこれでね解決があるなら解決があるならと思ってそして誘ってくれた人を。 のいろんな人たち見てたらねまあすっごい確信を持ってやってるんですねなんで確信を持ってやってるかといったらねそれやったら商売うまくいった事業が成功したうまいことお金回りが良くなっていったとにかく何でもうまいこともあるうまいこともあるこんないいこともあったあんないいこともあったそんないいこともあったというのを聞いていながらこれ全部ご利益宗教で私が求めてるもんじゃない私はもっとね精神性高いんですよ。 自分が求めてるのは死というものに対して解決があるのかどうかだからあこれ私が求めてるものじゃないと思った瞬間に「あこれ違う違うこれお,おしまいやめます」そしたら幹部の方が来てね「何を言ってるの!」ここから離れたらあなたは一生迷いの中で人生生きることになるのよって言われた時にご利益に惑わされて迷わなくなるよりも「 一生迷いながら真実は何かと追求していきたいと思いますって <laughs> はっきり言ってまあいろんな宗教を渡り歩くんですけれども全部解決がないまあね皆さんあの鈴木大説という前の大家ご存知ですかまあこの方ねアメリカ人の女性と結婚しますよね。 前週のねもう鈴木大説お尚はもう偉大な方でありましてアメリカにね仏教の布教のために宣教に行くんですでアメリカ人に仏教の話しようと思ったらもちろん英語でやるんですけれども分かったような分からんようなお経みたいなことを言っててもダメなんですよロジックでちゃんと説得力を持って積み上げていく論理で話していかなきゃなんないでそのためには特にアメリカでは 彼らが信じているまた信じている人が多いと言われているイエス・キリストについて学ばなければならないそれを比較することによって聖書はこう言ってるが仏教ではこう言ってるという言い方で彼は説明していくんです僕はね日本の仏教の本を読んでもちっぷんかんぷんなんですけどねこの方が書いた英語の本の日本語翻訳版を読んでてあそういうことを言うてはんねん思うて分かりやすいですよ でその中でね一つね釈迦とイエスはどこが違うか仏教と聖書の福音ではどこが違うかで仏教で一番大事なことはね考え方なんだそうですつまりねこう考えたら楽になるこう考えたら煩悩から逃れることができるこのような見方に立ったら 解放されるという、いわゆるね、考え方なんですよ。つまりね、哲学です。宗教じゃないです。哲学です。仏教に救いはない。しかし、悟りがあるって哲学なんです。哲学なので、考え方そのものに価値があるので、お釈迦さんが実在していなかったとしても関係ないと言うんですよ。 お釈迦さんがおられたということが嘘800であったとしてもいいって言うんですその考え方の中に価値があるので架空の人物であったとしても考え方が残ってるんだったらそれでいいという考えですしかし彼は言うんですね福音の場合はそういうわけにはいかないイエスが架空の人物であったとかイエスは十字架にかからなかったとか イエスは3日目に復活しなかったなどということになれば聖書の福音は崩壊するめちゃくちゃ正しいわってですね <laughs> 教えられますわ考え方ではなくて事実に立脚してるのですで実はですね彼女の義理のお姉さんがいるんですねこの義理のお姉さんがアメリカにいる時にクリスチャンになってそのまま聖書学校行ってまた帰ってくるんですがなぜそこに行ったかと言いますとね このお姉さんも死についててずっと考えてたそして小学校5年生の時に全二十数巻の世界偉人の電気を読破するんです、まあ、私もねあの子供の時に世界偉人の電気を読破しましたが漫画でした漫画版もあるんですけどじの本じの本ですねじの本 字のねね。字の方ね <laughs> そしてね前巻のそのシリーズでいろんなキュウリー夫人とかねアレキサンダーあれ来たん,なんでアレキサンダーの偉人かわかんないいろろな人が出てくるんでしょうがその中にキリストも入ってるで全部読んだ時にね一個分かったことあるって全ての偉人はご本人が死んだ段階で終わるのですがキリストの場合は死んだところから物語が始まるんですよ つまりその「偉人伝」シリーズのキリストの中にはね、ちゃんと復活って書いてある、そんな本があるんですね。読んでみたいな。死んで終わりではない、3日目に死を滅ぼしてよみがえられた方、この歴史的事実に立脚しているキリスト、やがてまあ今から数年前から YouTube をご覧になるようになり、 聖書が語っているキリストまず聖書の言葉はいかに信頼することができるのかということを確認した上でこの方は神であるって神であるならばよみがえることができないはずがないそして今ここで読んでおりますヨハネの福音書というのはイエス・キリストの十字架にかかっている最中のキリストと会話をした弟子ですこのヨハネはよみがえったたイエススキリストを目撃した人物です。 彼らの目撃証言によってそれを知ることができるんですねキリストは復活しましたなのでキリストとつながるものは真で終わりではない魂は天国に行きますが肉体もやがてキリストが来られるときに復活しますそのように書いてあるんですね三番目ですそれが三節です私が行ってこの行ってというのはどこに行ってかと言いますとね天国です 私が天に行ってあなた方に場所を用意したらまた来てって方でしょこのまた来るっていうのはね再臨ですまあ再臨というか霊居といった方がいいでしょうねキリストは世の終わりにまた来ますそしてまた来てあなた方を私のもとに迎えます私がいるところに あなたた方もいるるようにするためです。めでここにはキリストの騎居再びお越しになってクリスチャンたちを一気に天に携え上げてくださるという約束があるんです皆さん今年の大河ドラマはねあの明智光秀ですよね「麒麟が来る」ねなぜか知らないけど見る気がしないです、えー、多分見出したらいいんでしょうけどでその前の あの『よ <laughs> イダ天』ねっもう好きな方ごめんなさいねあの見てない僕は、ね、だけど視聴率めちゃくちゃ低かったけどすごい熱演だったそうですけれども主人公がですね、えー、金繰り四宗というですねあのあの日本マラソン界の父と言われている人物でありまして彼は国内で。 マラソン世界記録を20分以上短縮するという偉業をなあのやって抜けるんですよそのけな,なんですよ。もうね金メダル間違いなしぶっちぎりだいうことで1912年にストックホルムオリンピック大会に行くんですけれどもところがですね走ってる最中に日射病になってバタッと倒れ込んで行方不明や。 いつまでたっても彼は帰ってこないということで、えー、結局ですね行方不明扱いということで、えー、彼は、えー、この大会を終えるんですよね。金メダル間違いなしという重責を持ってしかもそんな途中棄権みたいな形でなって終わったということでその悔しさをバネにしてですね彼は日本最初のコーチトレーニングを取り入れてそして後進の育成にかけていくわけです。 毎年正月の時やるあ,の箱根駅伝です、ね、あれ始めたのは金栗さんです。ところがですね55年後1967年にストックホルム大会委員会がオリンピック55年祭というのを行いましてそしてですね、えー、このかつて参加した選手の皆さん来てくださいということで金栗さんもお招きを受けたんですよね。そして式典が終わった後で せっかくだからマラソンコースちょっと歩いてみませんかいうことでねえ55年前リタイアしたそのコースをずっと歩きながらねああ懐かしいなそしてスタジアムの中入ったらね超大入りマンでみんなスタンディングオベーションで場内アナウンス「ただいま金栗選手が入ってまいりました」て「えっ!」とそのまま。 ゴールテープ切ったら55年2時間何十何分何秒ですね <laughs> そして「ただいま」をもちまして第5回ストックホルム大会全日程を終了しますと言ってくれためちゃくちゃ嬉しかった最後の一人のランナーがゴールを切って初めてこの大会は 完了したというまあご覧になっている方はもうドラマで見たわよかわかりませんけどねこれねなんで僕感動するかといったらね実は聖書を見るとキリストは教会が完成したら来るって書いてあるんです教会というのはねクリスチャンの共同体のことです最後の一人が「 教会に加わったらイエス・キリストを信じたらその瞬間にある時代が終わります。教会時代が終わってクリスチャンたちがみんな天に引き上げられて次の時代に入るというんですね。私は今生きてる時代は終末時代であると確信しています。キリストがいつお越しになっても不思議ではないような時代。その不思議ではないこの時代の中でね。 神様は皆さんに語ってるのはもしかしたら皆さんが最後の一人かもしれないそう思うとね話をしてるときにワクワクするんです私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えますまた来てくださる方であるそして信じた者を一人残らずキリストのもとに迎えてくださる方だというふうに語っています さて6節です。イエスは彼に言われた私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんここで言っている父というのが私たちを作りりなった創造主なる神様ですこの創造主なる神様のところに帰る道は一つだけですその道とはイエス・キリストのことです ある時ね、田舎からニューヨークに出てきた音楽生がねバイオリンやってるホロヴィッツか誰か知りませんがそのカーネギーホールでねめったに聴けないコンサートがあるからいうことで来たんですがニューヨークめちゃでかい僕もね3回行きましたもうねティファニーの前でねドーナツ食いましたよ。ね、何やっとるのみたいな感じで。 まあね、ニューヨーカーニューヨークでかいもうねあのまだ911の前ですよ、えー、それもうなんかもうとにかくよう歩いてしんどかったのにな今だけ覚えてるんですけどね、えー、ストリートアベニューでちゃんと5番の目になって分かれてるんですけど田舎から来たら分かりませんなんか北向かってんのか東に向かってんのかどっちかよう分からへんもう彼もそんな感じでねどん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 コンサートの時間が近づいてるのに。 なななかなかかー,ーホールが見つかないそれでポリスにねどう言ったらいいですかカーネギーホールもう時間迫ってるんです教えてくださいどうしたらカーネギーホールに行けますかのポリスがね練習だよ1に練習2に練習3しがなくてこ,こに練習練習すれば君だっていつかカーネギーホールの 豚に立つことができるだろう。そんな冗談言ってる暇ないんです。開演時間近いんです。何とかしてくださいと。この道まっすぐ行ったら、行けるよっつってね。分からねえんだったら、俺についてこいっつって。その場合。彼が道ですよね。道っていうのは、英語で way でしょ その「ウェイ」には道路の道の意味だけではなくて方法という意味もあるんですよね。罪だらけの人間が父に受け入れられる方法はイエス・キリストが私の代わりに罪の償いをしてくださったというこのキリストの償いを自分のものとして受け入れるということ以外にありません。もし私たちがキリストを通っていくならば。 誰でも父の身元に行くことができるのです。というのは 2, 2行目に私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ということは私を通るならばどんな人であっても誰であったとしても父の身元に行くことができるのです。果たして神様は私たちを歓迎してくださるんでしょうか歓迎してくださいますとも。キリストが 学んてくださってるんです。あの僕はですね、あの、えー、山田洋次監督が好きでね。あの皆さんあの風天のトさんの一番最後の作品ご覧になりましたか。見てませんよねそんな、ね <laughs> えー。阪神大震災のボランティアやってるんですよ。風天のトさんが。あこ 風天のトランボランティアしてるで、ね、もうこれにはねおったまげましたもう今までにないようなねこれが最後の作品になりましたよねちなみにあの渥美清さんの奥様はクリスチャンでで渥美清さんの最後のお葬式は教会でありましたね焦点記念式彼は自分の家に映画関係者誰も呼ばなかったんです非常にプライバシーということを大切にしてね だから彼の信仰のことについては深く分からないんですけれどもとにかく、えー、そういう方でやったんですがその、えー、山田さんのねあの有名な作品の中でねあの「幸せの黄色いハンカチ」ってあるじゃないですかあの主人公がね高倉健なんですで高倉健のね本名ってね郷一郎って言うんですよ。どう思いますそれからね なななんかか似てるかなみたいな <laughs> 妄想が始まりましてですねでこの高倉健がね有事やったからなんかそういう、えー、夕張炭鉱で働いてるんですけどあるヤクザに絡まれてねでそのヤクザを誤って死なせてしまうんですで彼に奥さんがいてるんですけどまだ若いのでこんな前科のついてるやつと一緒におったらあかんってことで、ね 俺と別れれてくでで無理やり離婚状に反抗させるんですで。自分は刑務所に入って服役するんですがちょうど出てきた時にねめちゃくちゃチャラいカップルと会うんですよもう武田鉄矢と桃井かるりなんですこれは。ねもう名前あの劇の中の名前おお覚えてない忘れましたもうこのめっちゃチャラいんですよこれは。でこのあの 夕張まで、ね、このまま乗っていったらいいうことで3人のドタバタ道中がこう始まっていくんですけどねあるところで鯉のぼり見た時ねものすごい感慨深そうに高倉健が見てるので「どうしたんですか?」って聞いたら「実は刑務所出る時に1枚はがき出した」と。もし今でも再婚せずに。 私のことを待っていてくれるんだったら鯉のぼりの旗座のところに黄色いハンカチを結びつけておいてくれるんですよで。もしついてなかったら「今の君の生活を壊すことはしない二度とあなたの前に姿を現さないから」って言ってねでそこにどん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 近づいていくんですけどね途中からね「やっぱりば目だ!」とか言い出すんですよ。「やっぱりだめだ!」そんなむしろいい話があるかもう引き返してくれって言って。 そしたら今までチャラかった桃井香りがねもうね名言ですよ「ダメ元どっちゅうことがあるでしょうかダメ元どっちゅうことか」って言うんですよ <laughs> もうベラン名帳でそ「見もせぬうちに手前で諦めてどうするの?」って「ダメでもともとっていうことがあるでしょ!」って言ってで田原賢がですねもうね窓見てられない。 で自動車の床をずーっとうつむいて見るんですがとうとう家の近くまで来た時に「あれ?」窓から見るとね黄色いハンカチ1枚じゃないぞ何十枚もブタブタ,ブタ,ブタカンってたらダーッみたいな <laughs> <laughs> もうほんまにねハワイの帰りそれ見てね飛行機で。 一人で号泣してたんです <laughs> まあ嬉しいでしょうね皆さん神が私を歓迎しておられるという印は十字架です十字架こそは神の愛の旗がはためいている印ですもし神様の愛がわからなくなったら十字架に つけられたイエス・キリストのことを考えてくださいキリストは十字架の上であなたの許しを濃い願いそして誰でも信じる者は私と共にパラダイスにいると同じ十字架にかかっている犯罪人に向かって行ったんですねこのキリストは昨日も今日もいつまでも変わらない方ですぜひこのイエス・キリストを今日こそ信じて そして永遠の命をもらってください心からお勧めしたいと思います